シャックです。マッツです。今日のテーマは今シーズンのコスパ最悪選手。聞いてない選手。前回ね、今シーズンのコスパ最高選手やりました。やりましたよ。そしてそのコメントで結構皆さんからね、リクエストをいただいたのが最悪な選手を見たいと。ワーストも見せてくれと。はい。なので、今日はですね、金額に対して活躍が見合ってない選手をちょっとランキングしていこうかなと思います。期待を込めてね。そしてね、今日の選手は今シーズンから新しく契約始まった選手だけでちょっとやりたいな。そういう縛りね。そう。じゃないと、例えばこういうコーナーやるときって、ダンカン・ロビンソンが絶対話題になる。あ、もう出てきてるもんね。そう、17ミリオンダンカン・ロビンソン今シーズンもらってたりとかするんで、これは結構同じような顔ぶれになっちゃうんで。なるほどね。そうやね。なのであんま新鮮さがないかなと思ったんで、攻め切ったわけ。あなたはそう、今シーズン新しく契約が開始した選手とプレイオプションを行使した選手を対象にやっていこうかなと思います。わかりました。そして今シーズン全休した選手はちょっと対象外にしてます。はい。例えばガリナリとかね。さすがにな、かわいそすぎるよな、うん、そうやね。どうしようもないもん。どうしようもないからね。なので今日皆さん最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチー押していただいて、窓の顔を忘れるチャンネル登録いただけると僕ら続けるモチベーションに何度も嬉しいです。嬉しいです。それではいきましょう。第10位、クリス・ブーシェ。ブーシェちゃん。ブーシェは今シーズンから3年 35.2 ミリオンの契約始まって、おめでとう言った記憶があるよ俺。約年間 12.6 ミリオンやねんけど、なかなか今シーズン苦戦してる一人。出れてる？出れてはいんねんけど。あ、そこはある。だから実は12月終盤ぐらいから出番がちょっと減りだして、やばいぞ。なかなかアウトサイドが苦しんでたりとか、そして1月からは結果から復帰したアチューアの存在がある。アチューアかましに来た。そうやね。これからちょっとね、どういう風にローテーションを入ってくるかっていうのは、なかなか今不透明な状態。もともと3上手い人やのにね。そうやね。やけど、結構今シーズンは苦戦してるっていうところで、なかなか契約金額に対してはちょっと見合ってないかなと。やっぱあの時にユータにパスしてなかったんが今来てんちゃうかな。とはいえね、これから全然回復していく可能性もあるんで、まずはブーシェ10にさせてもらいました。第9位、もうバンバン出れてへんじゃん。1試合だいたい20分未満ぐらい、そこそこ出てるやねんけれども、なかなか効率としては昨シーズンほどではないっていうのは正直なんです。今シーズンからバンバンは2年 20.6 ミリオンの契約がスタートした、うん、年間約 10.3 ミリオンであった。そこそこやね。昨シーズンのバンバンの良さっていうと、アウトサイドの3はもちろんやっぱブロックもさやね、うん、やねんけれども、今シーズンその守備面っていうところだったりとか、アウトサイドも最近は確率は上がってきてるけれども、やっぱ出だし結構つまずいたりもした。なのでね、マジックとしてもバンバンはもともとトレードを前提とする延長契約やったとは思うねんけど、あんまりいい見せ方できてないな。そうやね。ただこの辺がどういう風にこれからトレードやったら響いていくかもしれないけれども、なかなか金額に対して見合ってないっていうのは間違いないのかなと思います。もう素人 NBA。 第8位、ビクター・オラディポ。ロケッツすぐ出ていったからやわ絶対そうやわ。ロケッツの呪いがかかってる。かかってもてるよ。そんなね、オラディポはやっぱ今シーズン怪我が結構長くて、直近やっぱ復帰してんけど、戻ってきた。なかなかやっぱ期待されてる活躍っていうのはできてない。Oh, no. 特にやっぱアウトサイドシュートに関しては3ポイントも含めてこうキャリアローの数字になってて、ひどいね。ただそんなヒートはオラディポに対して今シーズン始まる前に2年 18.2 ミリオンの契約を与えた。しくったな。これは結構難しい。大体年間で直すと 9.1 ミリオンやねんけど、怪我はちょっと仕方なかったとしても、うん、オラディポの覚醒に期待したいけどなかなか来ないっていうのは厳しい。期待込めて契約してんのにね。そうね。しかも 9.1 ミリオンってなるとまあまあええ選手、うん、それなりに取れるんで。しかも2年やっちゃってるからね。そう。ヒートはさっきのダンカン・ロビンソンもせやけども、なかなか最近新しい契約に失敗してる感じはするな。第7位、ケンドリック・ナン。俺の中ではちょっと順位高いよ。もうちょい上かもしれんけど、ただ年間サラリーで言うとね、 5.2 ミリオン。あ、そんなもらってないのか。ここをどう見るかやねん。なるほどな。ナンは今シーズンプレイオプションそのまま行使してブーブーブーってなったよみんな。ブーブーブーって。俺もそうなってんけどなかなか厳しいよねやっぱり。前回のヒート戦はね、久々に輝いてたんけど。あ、よかったよかった。輝きを少しだけフルス相手にうらーっとマジで少しやった少しなんや。しこの5ミリをほんまに返してほしいよあれじゃん、お前の金じゃないか。いや、せやけどそこそこの5ミリを言うた選手を契約できたわけで、今のねレイカーズ的にじゃあこのケンドリック・ナンを変えたところでそんなにね強くなるとは思えへんねんけど。俺続けやってたらラプターズに行ってたよ。あ、ラプターズ、ね、誰と行ったか分からんけどね。
なんかもともとヒートの時もラプターズのトレード噂あったんですよ。じゃあラブコールがゲーム上は続いてたんかもしれんな。仮想世界ではせん現実的にはね厳しい。しかも最近のレイカーズやっぱ調子上がってきてて、あじゃあ一緒にちょっと上がっていこうよ。いやそうやね、一緒に来てほしい。ちょっと来たんやろこの間。そうやね、なので次のゲームちょっと密かに期待してるいいね。とはいえね、なかなかコスパ最悪ってなるとやっぱ難は入るかなと思います。第6位、ジャベル・マギー。マギーさん出番戻らへんの？マギー飽きまへんな。なんでやねん。最近マブス調子いいねんけど、うん、その中でも完全にローテーション外れてて、俺の方がええわ俺みたいになっちゃってるやん自分も。いやー、だからマギーのねやっぱ性格的にはやっぱ陽気なキャラなんで。そうやろ、そんなネガティブにはなってないかもしれんねんけど。陽キャをロケットに集めようぜ、ボーバンもいるしさ。あー楽しそうではある、ね、楽しい弱いチームにしようもう。なるほどね負けても肩組んで明日頑張ろうってねでも明日も負ける素人 NBA 思い返すとさ、マギーって開幕の時スタメンやからね。そうやんな。それが今ローテーションから外れて、得点リバウンドは当然キャリアローになってる。うわ頑張んのにな彼。で今シーズンのサラリー 5.4 ミリオンやねんけど、マブスはマギーに対して3年 17.2 ミリオンの契約を与えてるから、つまり今シーズン除いてもあと2年続くって。マギーめっちゃいいやん。マギーはマギーはええと思う。マスケやりたいけどね。だからマブスとしてはこれコスパはほんまに厳しいよね。ほんまやな。なのでマギーは実はケンドリック9よりも結構上位なんじゃないかなって俺は思う。出てないもんね。出てない。第5位、マービン・バグリー3世。3世ですよ。マービン・バグリーはねやっぱなかなか昨シーズンからね成長してない。一緒、むしろ微減っていうんかな、こういう感じ、若干下がってるような感じはしてて、ね、ただ今週のサラリーは 12.5 ミリオン。モノトンね。ピソンの中で2番目に高い。おしかも今年から3年 37.5 ミリオンの契約始まってるから。やってもうた。なのでピソンとしてはかなりやっぱねこのバグリーに欠けてるわけよ。とはいえ下がってもうてると。下がってもうてる。昨シーズン終わり良かったっていうのはあると思うんだけど、うん、なかなかね今シーズンやっぱオフェンス面での成長はあんまり見れへん。返り咲いてほしいね。しかもその中で直近手の骨折で6週間ぐらい欠場が決まってもうたんで、これを機になんか体幹鍛えるとかやっといてほしいね。やってほしい。バグリー言うたらパナの2018年組のドラフト2位やからね。そりゃ2位感全くないよね。ルカ・ドンチッチより上に指名されてる。それないよみんなイメージ。いやそうやね。6位ぐらい。6位も高いぐらいやねずっとこれから開花する開花する言われて、まだその種が開花してない。ずっと煮込まれてるみたいな。いやそうやね。なので結構ねバグリーは今シーズン厳しいかなと思ってます、うん。第4位、ロバート・コビントン。コビントン契約した時は拍手で喜んだのにな。昨シーズンめちゃめちゃ良かったよ。なのでクリッパーズはコビントンにシーズン始まる前に2年24ミリオンの契約を与えた。コビントンがようやったなって感じだったよ。いやそうやね。なので今シーズンは約12ミリオンぐらいなんですよ。素晴らしいね。ただ今シーズンはやっぱ3不調で、おい12月からローテーションから外れてしまう場面もあった。自身もどことなく悪意があるやつを選ばれてる、クリッパーズもねほぼほぼレナードとかポールジョージとか、うん、あの辺にめちゃめちゃお金使ってる中での12ミリオンだって。絞り取ったやつな。いやそうやね。なのでその中で今のコビントのパフォーマンスっていうのは結構厳しい。頑張れよ。頑張ってはほしいねんけど、ちょっとこれからね調子戻してくれることを期待したりする、うん。第3位、トレイ・ヤング。来たよ。高すぎるんかな。こっから金額のレベルが全然変わってくる。そういうことよね。今シーズンからヤングは5年215ミリオンの契約がさ、バーコーン約37ミリオンやねんけど、国や国。ただなかなか今シーズンヤングの成長は見れへんよね。あら。でジョンテ・マレーが来て、来たよ。ヤングのやっぱオフボール期待されてたけど、そんなにやっぱ動かへんし、おい。そしてこれまで得意だったスリーポイントも大体 31% 前後。寝てる時にオフボール動けって洗脳していかなあかんね。もうこれもうちょっとずつ。そうやな、吸い込まなあかん。しかも今のネイト・マクビアン監督とのやっぱ関係性も結構悪いんじゃないかみたいな話もあって、監督と仲良くしろも刷り込んでいかなあかんな。もっともっとね期待された活躍ができてないっていうところで、やっぱねコスパ的には結構厳しいかなと思ってます。プロの世界やからな、言われちゃうよな。しゃあない。第2位、ザック・ラビン。 FA を楽しみすぎた模様です楽しみすぎた。気持ちが入ってないのか。うん、入ってくれ。ラビンも今シーズン始まる前に5年215ミリオン経過したと。結局ブルーズ買いなってあったけどね。あった。もともとやりすぎや高すぎやみたいな声が多かったけど、ほら見たことがって今みんな思ってんだよな。になってるよな完全に。ラビンのねやっぱ変わってほしいとこっていうと、勝ちに行こうとするメンタリティを感じ
デローザンいるからちょっと譲りすぎてんのかな、なんだろうね。なんかでも淡々ってやってる感じがしてて、よく言えばクールなんやな。そうだから、その辺が例えばやけどサンズのデビン・ブッカーとかとの違いないよ。ブッカーやったら意外とね、めちゃめちゃ闘志むき出しでくるし、可愛い目してんのにね、ね、意外といくからね。目はキュートやねんけど、めちゃめちゃ可愛い。本能的にはもうめちゃめちゃ野生的なんでいくから、ね、そこがね結構ラビーンの厳しいところで、うん、これから今ブルーズとしてはラビーンのトレード噂ずっとあるけど、なかなか今後どうするかっていうのは結構難しいかなと思う。ラスト第1位はブラッドリービールでしょうね。ここは仕方ないね。頭2個ぐらい抜けてるんじゃ、2個ぐらいもうちょい抜けるかもしれない。すげえもらってるやろ。今シーズン始まる前に5年251ミリの契約さ、ウィザーズっぽいよね。やっちゃいました。年間でいう約43ミリはね、今シーズン怪我が多いっていうのはもうそれはしゃあないとしても、うん、やっぱゲームに出てる時もやっぱインパクトそこまでないというか、弱まってきた、弱まってきてる。やっぱね、オールスター一歩手前ぐらいの選手になってる感じするんよ。そこは抜けてほしいよね。そこはね、そこは言ってくれよ。せめてやっぱオールスター入るぐらいまでいかなあかんけど、そうね、今シーズン実際さ、オールスターの中間投票あってもガードで選ばれてなかったりとか、ランク外、ランク外、おいおい。まあな、これから分からへんねんけれども、現状としてはやっぱビールに対してこの契約っていうのは失敗やったって言われちゃうな。そうやね、今後全然分からへんねんけれども、うん、今シーズンここまで前半戦だけ見るとブラッドリービールのコスパの悪さっていうのは圧倒的にナンバーワンなのかなと思ってます。年末に謝れるぐらいになってるといいね、俺らが。いやほんまにそうや、ね、以上、今日はですね、今シーズンここまでのコスパワーストな選手トップ10について話してきました。悪意あるよここ。いやここもねあると思うねんけど契約は始まってないからね。あ、今シーズンはね。そう、なので最後のスライドとして持ってきてます、うん、悪意のあるスライド。いや、そう捉えられるかもしれない素人 NBA。 あなたは今シーズンの前半戦コスパ最悪な選手誰だと思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降も皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していきます。どんどんどん。まだチャンネル登録されてない方、ぜひこの後すぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月1本 NBA が止まらないワクワクする動画出してるんで、周りよれば NBA 詳しくなりたいっていうからね、全部マシュパ入ってくださ い。 NBA オタクになりませんか？なりましょう。サブチャンネルではメインではね話してないトピックについても話してるんで、そっちもチャンネル登録して待っててください。チャンネル登録お願いします。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok、幅広くね僕たち情報やってますよ。そっちもフォローしてください。概要欄にリンクあります。見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。そして最後におもこめ、おもこめ、今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました噂の3チーム間トレードは実現するのかの方、すると思うかい？ズーカさん、ズーカラプターズはもう身長制限2メートルでええと思う。まずそこの書類審査ね。そっからやと厳しめになりますと。なってへんねん、まだまだやな。こんな感じで毎回いろんなコメント紹介していこうと思うんで、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。どう？二人もいいねんけどな。